オスカー・トレスコとオスカー・ホセ・トーレス・マルティネスはベネズエラのプロバスケットボール選手。ベネズエラ男子、プロバスケットボールリーグ一部、LPB のマリノスでアンソアテギ所属。首都地区、ミランダ州カラカス出身。ポジションはシューティングガード、スモールフォワード。1997年に母国のマリノスでプロデビュー。2001年、ヒューストンド・ドケッツと契約し、 ベネズエラ出身者初の NBA プレーヤーとなる。同年12月11日のクリーブランドキャバリアーズ戦で28得点を記録し、シーズン平均6.0得点をマークした。翌、シーズン、ゴールデンステートウォーリアーズに移籍。シーズン平均3.1得点を記録。2003年にはバスケットナッポリ、2004年にはロシアのヒムキビーシーに移籍。2006年には ユーロカップ準優勝に導く。同年世界選手権に、ベネズエラ代表として出場。同チームで唯一国外でプレーしていた選手であった。大会後、チスカ・モスクワに移籍。2007年、イタリアセリエへの強豪クリマミオ・ボローニアに移籍。2008年、セリエアマトーリュ・ディネへ移籍。ありがとうございます。